Hello everybody! 皆さんこんにちは、この動画では Notion テンプレートの使い方を紹介していきたいと思います。でまず最初にこのテンプレート自体、私がフリーランスっていうことで、ビジネスをしてるので、このテンプレートも、ビジネスをしてる方向けにちょっと作ってあります。だからといって全然使えないわけではないと思うので、ビジネスじゃなくて学校に行ってる学生さんとかだったら、ビジネスの代わりに学校のなんかクラスとかを管理するのもいいなと思うし、全然ビジネスこれから始めたいから、まだは使ってなくてもこれから使っていきたいっていう方にもぜひぜひ、このテンプレートを自分のなんかビジネスだったりライフスタイル用にカスタマイズして使ってもらっていってほしいなと思います。でまず最初にこのトップのページからちょっとざっくりと見ていきたいんですけど、最初この画像が見えると思います。で私とかはなんか月に1回もしくは、ちょっとシーズンごとになんかそのテーマに合わせてこういう画像を集めたムードボードを作ったりするので、自分が作ったムードボードを入れたりしてます。で画像一つ変わるだけですごいテンプレート、このノーションの雰囲気とかも変わるので、全然画像変えるのもすごくおすすめです。はい。で、最初にこのなんかイヤリーゴールとかクォーターゴールとか、月別月ごとのゴールとか、習慣書き込めるセクションがあります。で私いつも友達と、その月のゴールとか大切にしたい習慣っていうのを、ジャーナルに一緒に書き出したりするんですけど、このノーション自体はもう毎日見るものなので、いつもこう見えるところに書いておこうと思ってこういうセクションをね、作ってます。でちょっとこの真ん中の段に行くと、次、クライアント、ビジネスコンテンツ管理で、あとパーソナルな、この3つのね、セクションが来ます。で、私の場合は、デザイナーっていうお仕事で、クライアントとやり取りするっていうね、お仕事の仕方なので、一人一人、大体複数のクライアントの、プロジェクトが同時進行してるので、クライアントごとに、プロジェクトを管理しやすいように、ここに、クライアントポータルって言って、じゃあ、例えば、この、一つ目のこのクライアントネームのところに、なんか誰でもいいんですけど、ちょっと私の自分の名前入れて、じゃあ例えばクライアントがね、このみゆき西村さんだったとしたら、こういう風にクライアントの名前をつけてあげて、で、じゃあ例えば新しくクライアントとのね、仕事が始まるってなったら、ここになんか新しいプロジェクトのクライアントの名前を入れて、新しくページを作って、で、このそれぞれのページの中で、プロジェクトっていうのを、進行っていうか管理していく。で、デザイナーの仕事の場合だったら、作ったもののデザイン、そのデザインしたもののデータのやり取りとか、あと、あらかじめクライアントから教えてほしい情報とか、共有してもらいたいデータとかっていうのがあるんですね。で、そういうのメールでやり取りするっていうのもいいんですけど、メールだと過去のメール遡って探すとかがちょっとめんどくさいので、このノーションポータルっていうのを使ってます。で、例えばなんかコーチングとかコンサルタントとか、オンラインベースでクライアントと一緒にお仕事をする人っていうのも、このノーションを使って、こういうふうにクライアントごとにページを作って、でクライアントと一緒にお仕事をしていくっていうやり方もおすすめなので、ぜひぜひ自分のビジネスのスタイルに合わせてこのクライアントポータル作ってもらったらいいかなと思います。で例えばじゃあもうこのプロジェクト終わった、このクライアントとのお仕事終わったっていう場合は、今このインプログレスっていう風に進行中になってるんですけど、このドンフィニッシュ押してもらえると、なくなっちゃいました、このセクションから。で、どこに行ったかというと、ここ押していただいて、このパストクライアント、過去のクライアントのセクションに移動してます。で、この設定のやり方もちょっと後でね、シェアしたいと思います。だから、今進行中のクライアントは進行中で出るようになるし、終わったクライアントはこのパストクライアント押すと出てくるようになるし、もうそういうの何も関係なく全員出したいっていう場合は、このオールクライアントっていうのを選択することで、こういうふうに、クライアントごとのポータルページっていうのが見ることができます。で、次真ん中の段なんですけど、私がよく使うものとしては、このクライアントインクワリー。これ何かというと、お問い合わせ。だからお仕事するかしないかまだ決まってないけど、とりあえずお問い合わせが来た人っていうのも、ここでどういうお問い合わせが来たかとか、今どういう状況なのかっていうのを把握できるように、ここに新しく作ってます。じゃあ、例えば新しくお問い合わせがあった時に、このニューっていうのを押していただくと、このネームっていうね、新しくページができるので、またここでお問い合わせしてくれた
人の名前を打って、じゃあいつお問い合わせが来たかとか、この人はじゃあプロジェクトするのかしないのか、もしくは考え中なのかみたいな。で、例えばこの考え中がね、気づいたら、あ、この人まだ考え中だってね、なった時に、メールでフォローアップしたりっていう風にしやすいと思うので、はい。あとなんかこう承諾する、プロジェクトやるってなってもまだ支払いが終わってないとか、契約書のねサインが終わってないとか、そういう風にちょっとこう管理しやすいかなと思うので、こういうページも作ってます。で、ここ見ていただくと、契約した人でお断りした人っていう風にこう分けてフィルターをかけて見れるようにしてるので、まあ、こういう機能も便利かなと思います。で、戻って、あとがパッケージかな。これ何かというと、まあ、ビジネスの話なんですけど、自分が提供してるサービス、例えばなんかオンラインコーチングとか、最近だと、一つの講座とか、まあ、プログラムを提供してるっていう方多いと思うんですけど、なんかこう複数の、例えば3つぐらいね、自分が提供してるサービスがあるっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。で、そういう方たちは、ね、このサービス1、サービス2、もしくはなんかサービス3、4、5みたいな感じで、サービスごとに、それぞれのサービスにどういうものが含まれてるのか、で、価格はどれぐらいなのか、で、お支払い方法とか、なんかその提供プロセスとか、ね、こういうものが追加できるみたいなのを、ちょっとここで、あらかじめ記載しておくことで、なんかお問い合わせの時とかもすぐこのページに来て、あ、このプランだったらこういうものが含まれてるっていう風に、まあ、自分が理解しやすいっていうか覚えておきやすいかなと思うので、サービス提供してるサービスとか商品が何個かある人はここで、ね、価格とかプロセスっていうのを記録しておくのもいいかなと思います。で、もう一つビジネスの中で、ここコンテンツクリエーションですね。まあ、これビジネス関係なくね、今ソーシャルメディア頑張って発信してるっていう方もぜひ使ってほしいと思うんですけど、私の場合はソーシャルメディアのコンテンツ作るときにも大体3つぐらいテーマがあるので、このテーマをここに書き出して、で、じゃあ例えばなんかインスタグラムなのか、ポッドキャストなのか、 TikTok なのか、まあ、もしくはブログなのか YouTube なのか、まあ、いろんなコンテンツのスタイルがあると思うんですけど、まあ、それぞれこういうふうにカテゴリーごとに分けてあげて、じゃあ例えば新しく、なんだろう、インスタグラムを作ろう、じゃあビジネスに関するちょっとリールを取ってみようということでページを作って、で、このね、新しくページ作ったら、もうテンプレートでこういう風にあらかじめキャプション書くところ、チェックリストでどういうアクションを取ってほしいかみたいなのが書けるようになってます。で、例えばじゃあこのリール動画を来週のね、今日に、来週の今日、火曜日に投稿しようっていう風に、これカレンダーでね、日付を設定するとしますよね。そしたら、さっきのページ、1個前のページに戻って、このカレンダービューっていうのがあります。ここを押していただくと、さっき設定した日付で、このね、ビジネスリールっていうね、このページが開くようになってます。逆にもうカレンダーからいつ何々を発信するみたいなのを決めていきたいっていう方は、もうこのカレンダービューにしておいて、じゃあ例えば毎週金曜日がポッドキャストの日だから、じゃあこの今週の金曜日になんかポッドキャストテーマはなんかデザインみたいな感じで、はい、ページ、新しくページを作って、で、じゃあカテゴリーはポッドキャストみたいな感じで設定しておいて、さっきのこのボードのビューに戻ると、ここポッドキャストデザインっていう風にこう反映されるので、まあ、ちょっとこの何、まあ、同じデータなんですけど、ただ表示のされ方が違うっていうイメージなので、まあ、デザイン、あ、デザインじゃなくて、カレンダーから、コンテンツ用のねページを作ってもいいし、ここからの方がこのコンテンツの種類ごとに、ページを作っていく方が分かりやすいっていう感じであれば、まあ、ここから新しくなんかコンテンツを作っていくのでもいいかなと思います。はい。で、そういう感じでこのコンテンツは、コンテンツクリエーション、コンテンツ制作のページは使ってもらって、で、あとこのインスピレーションっていうところは、参考にしてるアカウントとか好きな YouTuber とか、なんかそういう人たちのリンクをここに貼るのがいいかなと思ってます。はい。で、最後にここ一番下、あ、最後じゃない、ここか、ファイナンス、次ファイナンスのところです。で、ファイナンスは例えばなんか貯金のゴールとか、どれぐらい稼ぎたいみたいな、そういうゴールをね書いてもらうっていうのはね、もちろんいいんですけど、一番使ってもらうというか、一番まあ便利なところで言うと、固定費を確認できるっていうところかなと思いますね。自分が実際にね、固定費どのぐらいあるかって把握しておくところから、まあ、お金の管理って始まると思うので、私の場合は、まあ、パーソナルなものね、国民年金
とか保険とか、なんかそういうこうパーソナルなものと、まあ、ビジネスですよね。自分がデザイナーとしてお仕事していく上でやっぱ固定費っていうのがあるので、ね、そのデザインのソフトウェアとか、なんかこういうノーションに毎月支払ってるお金とか、そういう固定費っていうのをここで管理できるようにしてます。はい。でそれぞれじゃあ例えばパーソナルだったらいくらいくらいくらってそういうカテゴリーとかつけていて、でここから合計が出るように設定しておいて、でフューチャーだったら、まあ、貯金とか投資とかそういう感じかな。はい。でこのオールっていうのを押すと、まあ、カテゴリー関係なく全部出てきて、じゃあもうビジネスもパーソナルもその未来用の貯金とかも全部含めて固定費は毎月これぐらいっていうのがわかるかなと思います。でこれもねフィルターかけて全部一つのスプレッドシートの中にこのデータ自体はあるんですけど、フィルターをかけて何が見えるかっていうのを設定してます。でこれはまあ家計簿に近いかな。月どのぐらいのお金が出ていくとか入ってくるっていうのを、まあ固定費以外のところで記録していくところなんですけど、まあ、正直私そんな豆じゃないので使ってないです。ただある程度もう今の時点でもう全く自分が毎月どのぐらい稼いでもどのぐらい使ってるかわからないっていう方は、まずこの固定費をここにね、書き出して把握した上で、ちょっと1ヶ月か2ヶ月だけちょっとめんどくさいけど収入とか支出を記録していくことで、まあ、ある程度大体どれぐらいっていうのが把握できるんじゃないかなと思うので、まあ、そういった時に使ってもらえればいいかなと思います。でこれがまあファイナンスのページで、最後このトゥードゥのところですね。ここに関しては、まあ、トゥードゥリストどういうスタイルのものを使うかって結構分かれるかなと思ったので、私だったら例えばこういう1週間単位ではなくって、昔こうだったんですけど、今はどっちかっていうと週単位っていうよりカテゴリー単位、例えばクライアントワークとか自分の私生活でのやること、例えば歯医者に行くとか市役所に行くとか、そういうこうカテゴリーベースにトゥードゥリストを書いていく方が管理しやすいって思ったので、使いやすい方こういう風にコピーしていただいて、でこのもう最初のポータル のトップのところの一番下にこういう風に貼り付けて、ここに書き出せば、まあ、最初、ね、朝一番とか仕事するときにこのページに戻ってきて、まあ、いろいろこうページに飛べるし、この下のセクションに行くとトゥードゥがあるみたいな感じで使ってもらえるかなと思うので、ちょっとこれウィークリーかその週単位かカテゴリー単位か、まあ、好きな方を選んでもらってここに貼り付けて使ってもらえるといいかなと思います。はい。そして次に、このノーションの中で私のお気に入りの機能っていうのをね、紹介していこうと思います。で、今から紹介する機能を、ね、使い方マスターできれば、もっとこう自分のビジネスとかライフスタイルに合った、ノーションのテンプレートにカスタマイズしていくことができるので、これもぜひ参考にしてもらえればいいかなと思います。まず最初に、紹介したいのが、テンプレート機能になります。で、これ何かというと、このクライアントのポータルからいきますね。で、今新しくこのニューボタン押しますよね。例えばじゃあ新しいクライアントと仕事、ね、プロジェクトが始まることになりました。じゃあそのクライアント用にページ、このクライアントポータル作っていこうと思います。そしたらこのニューボタン押していただきたいんですけど、ニューを押すともうこういう風にちょっとかもう私があらかじめ設定したテンプレートっていうのが生成作られるんですよ、このページの中で。そしたら、まあ、Notion って大体何最初もう大体新しくページを作るってなったらこの真っ白な感じから始まるんですよ。でもクライアントね、新しいクライアントと仕事するたびにこの真っ白いページから始めるね、ポータルクライアント用のページ作っていくって大変なので、こういう感じでテンプレートを設定しておくことによって、まあ、時間とエネルギーを節約できるかなと思ってます。で、一応このポータル自体はあんまりこう業種を限定せずに、デザイナーとか限定せずにちょっと作ったので、まあ、物足りないところとか出てくるんじゃないかなと思います。なのでこう皆さんの提供してるビジネスの種類によって、例えばじゃあクライアントのポータルにはこういうものを入れたい、ああいうものを入れたい、もしくはこれいらないあれいらないみたいなのがあると思うので、このテンプレートを編集することによって、今後新しくクライアント用にポータルを作るときに、もうこのボタン一発クリックすることで、さっきみたいなテンプレートが作られる。で、そのテンプレート自体をどういう風に、編集していくかっていうのをここでお見せしていきたいと思います。で、ちょっと分かりやすく一旦消しますね、今あるやつで。はい、テンプレート
これをね、ニューを押した時にさっきみたいにテンプレートが出てくるんですけど、それをどうやって設定するか、編集していくかなんですけど、まずこの青いボタンのこの矢印を押していただいて、で、今クライアントポータルテンプレートっていうね、デフォルトになってるものがあるので、この右側のポチポチ押して、このエディットボタンを押します。そしたらこのね、上にちょっとこうカラーがついたページが出てくるので、これが今テンプレート編集してますよっていうサインになるので、はい、このページを編集すると、それ以降ね、変更が反映されたものができ、勝手に作られるっていうイメージだから、何でもいい。例えば、じゃあこのまず最初に読んでくださいっていうページ、ここになんかこう動画を入れたりとか、注意点を入れたりとかね、いろいろカスタマイズして使っていただきたいんですけど、じゃあ例えばここに最初ウェルカム動画を入れたいね、クライアント全員に今回この度はお仕事ありがとうございます、でこのプロジェクトするにあたってこういうこと気をつけてもらったら助かりますみたいな動画を撮って、この動画を埋め込みたいとしますよね。そしたらこのプラスボタンを押していただいて、じゃあ例えばここに動画を入れるとします。で、まあ、動画撮ったものを Google ドライブか、まあ、YouTube か何かしらリンクを発行して、ここにリンクを入れる。はい、じゃあここに動画が入ったとしますよね。でこの動画はこのテンプレートの中に入れたので、今後最初のページに戻って、じゃあ今後ね、新しくクライアントとお仕事をする、でページを作るってなった時に、全てのページ、これから新しく作る全てのページに、さっきテンプレートの中に入れた動画のセクションが反映されるっていう感じ。はい、なのでちょっと今新しくテンプレートを作ってみたんですけど、さっきの動画のセクションが反映されてるかっていうのを見ていきます。そしたらね、ここにちゃんと反映されてますよね。でそういう感じでテンプレートを編集することによって、今後新しくページを作った時にね、ちゃんとその変更が反映されてるかっていうのもそうだし、今私が作って、もともとね作ったやつでこれいらないやって思ったものも、もうテンプレート上から外すことによって、今後新しく作るページも、もうその消したものは存在しないので、わざわざ一人一人のクライアントのポータルに行って消す必要はない。ただこれ今ね、テンプレートではなくて、クライアント用に作ったページになるので、じゃあちょっと分かりやすく私の名前入れておきますね。はい、みゆきさんのこれクライアントポータルです。でみゆきさんにはもう動画じゃなくて文章でちょっと説明したいなと思ったので、じゃあここ文章をね、こうやって入れたとしますよね。このみゆきさんに関しては動画じゃなくて文章で注意点を説明。でこれね、テンプレートではなくて、このみゆきさんのクライアントのねページになるので、ね、この中の今編集をしただけなので、新しくクライアント用にねページを作っても、さっきの私が文章で打ったものっていうのは反映されないから、まあ、クライアントごとにちょっとこうカスタマイズして使っていくっていうやり方ができます。はい、まあ、こういう風にテンプレート機能すごく便利なので、まあ、使い方マスターしたら、いろんなね、その時間もエネルギーもセーブできるし、すっごく便利です。でこのクライアントポータル以外にも、実はこのクライアントのお問い合わせ、このお問い合わせの管理のところにも同じものを、同じ機能っていうのを使ってます。さっきこのニューボタンを押したら、こういう風にページが出てきて、でこういうテンプレートが出てきたと思うんですけど、これもね、さっきのクライアントポータルと一緒で、この青いボタンのニューからエディットを押していただくと、ここから編集ができるようになってます。だからここに、じゃあ例えば、電話番号聞きたいなと思ったら、まあ今時電話番号聞く人いないと思うんですけど、ちょっとここに、じゃあ電話番号っていう風に入れて、で、はい。こういうセクションをテンプレートの中で増やしました。そしたら今後新しくお問い合わせが来た時にページを作ると、さっき入れた電話番号も反映されるっていう感じになります。はい。で、そういう感じでテンプレートは使っていただきたいなと思います。はい。で、2つ目の私のお気に入りかつおすすめの、Notion の機能が、データ管理について、まあ、フィルターをかけるっていうところですね。で、まあ、さっきもね、さっきからちょくちょく紹介してはいるんですけど、例えばどういうところで役に立つかっていうと、あ、分かりやすくファイナンスのページに行きましょうか。どういうところでこのフィルターをかけるのが活躍するかというと、例えばじゃあ固定費ね、固定費を
見ていきたい。で、固定費もね、そのビジネス用とかパーソナル用とかで、なんとなくこうカテゴリーがあるじゃないですか。で、カテゴリー分けしたい時にこのフィルター機能っていうのが役に立ってきます。で、普通スプレッドシート作ったりすると、ね、こういう感じでガーってね、何、物が出て、で、カテゴリーをね、つけてみたいなことになると思うんですよ。で、すべての合計を見れる。でも、例えば、じゃあこのビジネスだけ知りたい。このビジネスの中の固定費の合計を知りたいってなった時に、こういう風にフィルターをかけて、ね、このタブを押すとビジネスだけが反映されて、で、ビジネスだけの合計がわかるみたいな感じにしたいってなった時に、このフィルターをかけるっていう機能がとっても便利になってきます。で、フィルターのかけ方すごく簡単で、例えば今これフィルターね、ビジネスの項目だけが出るように設定されてます。で、このフィルター押していただくと、はい、こういうなんかこう青いマークが出てきます。で、もしフィルター見えない方はこのポチポチボタンを押して、ここからフィルター押すこともできます。で、今この青いところが、青いカテゴリーって書いたものが出てくると思うんですけど、ここ今ね、ビジネスにチェックが入ってありますよね。チェックがあるものだけが表示されるようになってます。だから、なんかビジネスだけじゃなくって、じゃあビジネスと遊びだけ表示したい場合は、こういう風にフィルターをかけることができるし、じゃあビジネスと生活費だけ出したいみたいな時も、こういう風に、そう、フィルターをかけることができます。だからこういう風に、ね、タブを作ってあげて、パーソナル用、ビジネス用、フューチャー用みたいな、今3つあると思うんですけど、じゃあ遊び用だけのタブを作りたい時も、ここになんか遊び用みたいな感じで打って、で、はい、一旦、ドンっていうのを押して、ここからフィルターでカテゴリーで遊び趣味っていうのを押すと、そしたらこの遊び用の新しいタブができて、で、フィルターでね、この遊びだけが出るように設定したので、ここで、はい、あの遊びだけが出るっていうふうね、そういう設定をすることができます。はい、で、これね、ちなみにこの何、このプライス、値段、価格のところの一番下、サム、合計っていうのを押していただくと、ここにポン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 、こう合計が、足されていく感じになります。で、こういう感じでフィルターっていうのも私はよく使ってます。で、ちょっと今試しに作ったので消しておきますね。はい、で、実はこのフィルター機能、このね、ファイナンス以外にもいろんなところで使ってます。例えば、さっきのこのクライアントポータルのところも、今ね、このオンゴーイング、進行中のクライアントだけが表示されてるようになってます。で、例えば、じゃあこのクライアント、ね、このみゆきさんとのプロジェクトも終わったって思ったら、このね、フィニッシュ、コンプリートボタン押していただきたいんですけど、コンプリートしたら消えますっていうのも、どこに行ったかというと、このパスト、終わった人のところにこのページが動くようになっていて、これもこのフィルターをかけていて、で、このステータスが、この終わった人だけがこのパストのところに表示されますよっていう設定をしてるから。で、はい、オンゴーイングもそうですね。ここもフィルターを見てみると、この進行中の人だけが表示されるようにしてますよっていう設定をかけてるので、まあ、こういう風に、使える、わかりやすく、ね、グワーって、もう終わった人も終わってない人も全部見れるってよりかは、ちゃんとこのフィルター分けして、管理っていうか、まあ、分かりやすく、ノーションが見えるように設定してます。はい、で、この以上2点が私のすっごいこうおすすめしたい、マスターしてもらいたい機能で、実はもっともっとノーションもこう複雑な機能とか、もう使いこなせばめっちゃ使いやすいっていうね、機能もどんどんあるので、まあ、それこそ私もマスターしたりとか、これ使えるかもと思ったものはどんどんシェアしていきたいなと思うんですけど、とりあえず一旦ね、このノーションテンプレート、私がこの作ったノーションのテンプレートを、まあ、カスタマイズしながら使っていくのに、まあ、便利な機能っていうのをここで2つ紹介しました。というわけで、この動画ここまで見ていただきありがとうございました。バーイ。